るっと幕張。どうもジャルジャルです。さあ今週も始まりましたジャルっと幕張、はい、今回も千葉を飛び出して僕たちの故郷大阪でお悩み解決したいと思います。いやいや大阪ですね、大阪ですね。今日も大阪ですよ。これはあのお悩み解決番組なんですよ。何かお悩みがあればね、はい、お悩み旦那がわがままでどうしたらいいか分からない。やめといてくれ。わがままには見えないですけどね。結婚何年目ですか。まだ結婚してからは10月に結婚したところなんで、去年はまだ半年経ってない。半年経ってないです。あ、そうですか。じゃあ新婚さんじゃないですか。そう。旦那さんがわがまま。わがめっちゃわがまま。それは一緒に住み始めてから分かったんですか。付き合い的にはなんか5年なんですけど、はい、もう最初は全然すごい紳士やったんですけど、はい、やめとけ。最近もうめちゃくちゃわがままで。わがままってどういう種類の。自分、私が変わってほしい時はちょっと忙しいみたいな感じなのに、はい、なんかこっちあの自分が変わってくれへんかったらめっちゃ怒るんですよ。あーラブラブやなラブラブやなそれ。構う構えへんの。なるほどね。ほんでお互いこの構いたいっていうタイミングがバッチリ合えばもうイチャイチャするわけや。全然あれタイミングバラバラやもんな。まあそうやな。あーラブラブラブやな。どうですか。大丈夫。ごめんな。大丈夫。ごめんなさい、ね、大丈夫。全然お悩み聞きますよ。ほんまに出身はどこなんですか。聞きますね。すいません、本当に恥ずかしいね。中国地方ですよね。中国地方。岡山ですか。山口。正解、鳥取。正解出たら言ってくださいね、正直。なんで私誕生日にこんな。誕生日にこんな住んでる県聞かれるの初めて。屈辱的。屈辱的って。すいません。すいません、それはやめとこう。さっきは何だっけ。だから構ってくれへんと。ああ、そうか。タイミングが合えへんと。わがままやと。いや、その構ってほしいわけじゃないです。はあ、話聞いてほしくても、なんか、すごい、鈍感すぎて。女心分かってない。分かってないです。あ、でも分かってるけどなんか変なところ分かってない。あやろ。何がやねん。喧嘩することあるんですか。喧嘩めっちゃしますよ。めっちゃする。めっちゃします。どっちも怒るタイプ。どっちも怒るタイプやし、怒って私は実家に帰っちゃう。めっちゃでっかい喧嘩ですやん。めっちゃでっかい喧嘩しますね。それその時は原因何やったんですか。お前怖いんじゃん、笑い方。笑い方怖すぎるんじゃん。同じように笑っただけ。何したんですか。でも彼が悪いです。彼何したんですか。教えてくださいよ。奥さん実家に帰らせて。顔が森山未来に似てる。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 似てます。似てます。そっくりよ。めちゃめちゃ似てる。似てます。うん、そうっすか。何すか原因は。何をしたんです。いや、あのね、はい、彼全然怒らないんですよ。うん、うん、優しそう。そう、全然怒らないんですけど、その彼を私はちょっとな、まあなんか怒らしてしまって、おー、はいはいはい、バーンってされちゃったんですよ。ドーンってされちゃって、あの喧嘩して、はい、彼は積み重なっていったんほんまに、うん、まあ、その時はもう、その時はもういろいろこうなんかあって積み重なっていったえ、この人こんなことするほんで実家帰ったんですか。まあ、それ帰りますよね。帰りますよね。それ帰りますよね。でも速攻迎えに行きました。なんで怒らしたんですかそんな。何だっけな。そのね、あのね、髪の毛をね、うん、一緒に切りに行ってるんですよ。おいおい、かえーな。めっちゃ仲いい。同じとこに、ね、同じ美容師さんに切ってもらってるんですけど、うん、その美容師さんに切りに行った時に、まああの予約もちろん入れていくんですけどね、うん、染め、あの髪の毛を染めてもらうみたいな、はい、うん、話で行ったんですよ。行ったんですけど、お互いこう席についてこう話し出して、まあじゃあ染めましょうかって言った時に、いやちょっと今日染めるのいいかなみたいな、うん、彼女がはい、はい、ちっちゃそうな喧嘩で何が原因、うん、頭皮がめっちゃ痛かったらしいんですよ。あれで痛かったストレスでなんか変えちゃうんですよ。あ、分かる分かる。なんか悩み事とかしてたらめっちゃ変えちゃって、はいはい、分かります。でそれまでにちょいちょいこうストレスが溜まるような喧嘩を積み重なってきてて、その時、はい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 、それで頭皮が多分荒れとったんですね。はいはいはい。でその時にあの
結構無理って予約詰めてもらってたのに、いやちょっといいかな言うて、結局染めてもらったんですよ、うん、で染めてもらった後にめっちゃ荒れてもうて、うん、でそんなん知らないじゃないですか。で一気に機嫌悪くなって痛いから、ね、痛かったですよ。でまあ思いっきり喧嘩になりました。でもなんか夫婦ってそんなもんないような気がしますね。積み重ねやもんな。積み重ね大事。ちょっと引っ張られて。そうですね。積み重ね大事。ほんまに。ね、で分かる、その予約を無理やり開けてもうて、ね、そのカラーやっぱやめときますわ、もう分かるし。そう。なんでここに来て、で断るのみたいな。うん。どっちもなんか明確に悪いわけじゃないんやからね。実家帰ってすぐ戻ったんですか。いや、1日過ごしましたよ。ああ、でも1日か。ク、うん、ールダウン期間がお互い、やっぱり。あ、じゃあよかったですね。もうそこからはじゃあ大きい喧嘩もなく。もうないんちゃう。今のところないな。まあでもやっぱりね、その大きい喧嘩したということで、ちょっとまだお互い心にまだちょっとしこりが残ってたら嫌やから、うん、どうする、ディープキスしてもらう。おい、なんでや。お前さ、ほんまに言うとんかなあ、その夫婦やから。ほんまに言うとんかい。違いますよ、多分こうです。お前、いや、やめとき何を言うとんねん。さしてもらう。やめとき何を言うとんねん。テレビやぞ、テレビやぞ、奥さん。いや、そうだから。やめとき奥さん、リップ出てきたし。何とお前なんで、誰とする気や、お前は誰とする気や。気持ちだけ、俺は誰とキスする準備してる。何を言ってんのよ、奥さんは。やめといて。いや、僕らがキスしたらそのしこりはなくなるんですか。あ、なくなるかも、なくなるかも。ディープキスは無理ですよ、さすがに。フレンチでいい、フレンチで。それは見てられへんから。フレンチでいい。初対面の男同士のディープキスなんて誰も見てないから。してフレンチして、その気持ちが収まるんやったら、僕はそれはお二人の食べたらしますよ。うん、でもやっぱ男同士がさ、思いっきりキスしてるのみんなも別に俺ら見てないしさ、うん、世界でちょっとここにちょうどええ感じでキスが見える感じです。せっかくやったら見せたいねん。ちょっと見えるぐらいでよ。せっかくやったら見せたいねん。ちょっと見えるぐらいでよ。何でちょっと。はい、一応細かい場所だけ、あの一応リハーサルと、この辺 OK。 あ、はい、もうじゃあガチで、ここで全くんで、ガチで、ガチです。ガチっすか、はい、ガッツリカメラ向いてますけど。いや、それしこりが残ってたあれやから。そうそう、あ、私でもほんまに僕はそこまでスッキリはするよ。え、どうしたの。軽くチュッとするだけ大丈夫です。待ってるで。ここね、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 軽くチュッとするだけ大丈夫です。待ってるで。ここね、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 どうぞ。汚いです、全然。撮れました。おとがやしいやん。帰ろ。だからこれ後で上書きしといてください。あ、わかりました、ね、そうそうそう、わかりましたって何。確かに、わかりました。じゃあちょっと役立ったなと思った分だけスタンプを。役立って、もしいいんすか。何個でもいいっすよ。役立ったな分だけやで。役立ったな分で、ね、半分とかないよ。納得いってないやん。1個も押されて。1、お、2、ありがとうございます。で3個で、あ、はい、じゃあ次奥様。私多分1列ぐらい。あ、嬉しいな。1列そんなに嬉しい、嬉しい、嬉しい。そんなに。俺ちょっとだいぶ、半個の数で後で喧嘩せんといてください。お前なんで1列押してんみたいな。そんだけ押したら私やめんじゃない。言います。ありがとうございます。15個いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、助かるわ。ありがとうございます。すいません、デリバース商店街ね。頑張ってください。ありがとうございます。すいません、楽しんでください、大阪を。はい、ごめんなさいね。ありがとうございます。聞きないですよね。いや、突っ込むね。自分突っ込みますね。こんな感じでやってるんですよ。ノーマルなやつと変なやつちょっとやってます、ね、触れたらあかんもんやと思ってた。いや、全然触れてもらって大丈夫なんで。ありがとうございます。ありがとうございます。大阪楽しんでください。ありがとうございます。さよなら。お友達もすいませんでした。ありがとうございます。はい。
なんで俺ノーマルなやつやねん。いや、ノーマルなやつと変なやつ。なんでやねん。やってるやんか。2連続でやんけ。馴染みすぎてんのよ。うっせやん。ちょっとなんかもう、そろそろ変えな。そろそろ変えな。もうちょいでっかいやつせんと、目いかへんわ。マジで、うん、もう馴染んでんのもん。確かにな、面積がすごいもんな。そうそうそう。似合ってもうてんねん。そうか。初めてコースの邪魔だな。あ、危ないよ。千葉テレビなんですけど、ちょっとお話いいですか？ご近所さんですか？はじめまして、千葉テレビです。千葉でしか放送されませんので。そうなんですよ。安心してください。でも YouTube にちょっと上がっちゃったりもするんですけど。あ、そうなんですか。はい、何歳？何歳ですかって。うん？何歳？あら、しっかりしてるわ。この前3歳になったとこ。3歳になったとこ。そうなんですよ。しっかりしてるやん。何食べた？口の周りいっぱいついてるけど。チョコ？チョコ食べたやん。チョコ美味しいからな。ねえ、いっぱいついてるわ。チョコ好き？チョコ好きって聞かれてるよ。好き。やったな。向こう行きたいね。ごめんな、遊びたいか。どうしてももう。あの黄色いなんか電車が気になるみたいで。ああ、そうか。あれ乗りたいんですかね。ね、さっきから乗りたいってずっと言ってるんですけど。あれ乗るとね、みんなやっぱ顔険しなってますよ。笑ってる人いないんですよ。やっぱ中からの景色と外からの景色ちゃいますからね。うん、そうですね。どうやろう。顔見ててください。トモくん、あれ乗ると顔険しくなるんだって。誰もね、あ、手振ってくれた。あ、バイバーイ。あれ乗りたい。乗りたいな。あれ乗りたいーっつってる。しっかりしてる。乗りたいな。次は何色来るかな。次青来るかな。ね、さっき赤やったもんね。色予想してんね。そうか。今日は散策されてるんですか。そうなんですよ。あの吉本の劇場がね、そこにできるんで、ね。あ、そうなんですか。はい、ちょっと話聞いてて。なんかね、これお悩み相談番組なんですけど。黄色の次青かな。青かな。お悩み相談番組。お悩みがなんかあれば。この子のおむつが取れないんですよ。あ、4月から幼稚園なので。そうか。そんな親のお悩みでもいいんですか。いやいやいいですよ。今一番悩んでるんですけど。春までにパンツに。そうなんです。おむつってどれぐらいなんですか。だってそんなもんですよね。いやでももうそろそろ4月幼稚園入るときは取れてる方がいいらしくって、うん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 、だからあの自分でトイレできるようにってことですか。そうなんです。でもパンツを履きたがらないんですよ。そうか、それはやっぱり今までの人生おむつで来てるから。そうです。急には変えられない。なかなか難しい。3月になったらパンツ履こうねって言って、うんうん、カーズの大好きなパンツを買ったんですけど、はい、用意してるけどまだ履きたがらない。なちょっと気持ちは一回履いてみたりしました。一回だけね履いたんですけど、うんうん、もうすぐ脱いでおむつ履きたいって。なるほど。まだもうパンツはいいもんだっていうのをこうねちょっと分かってもらうしかないですね。そうね、そりゃそうや。うん、そうですね。パンツパンツパンツツーパンツパンツパンツツーパンツにはツーが2回もあるんだよ。パンツパンツパンツツーパンツパンツパンツツーでもおむつにはツーが1回しかないんだよ。おむつ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 の時は寂しそう。おむつパンツパンツパンツツーパンツパンツパンツツー何してんのかな。おむつおむつあ寂しそう。おむつ楽しくなさそう。おむつは楽しくないんかな。パンツはどうやろ。パンツ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 ツーすごい。これね、ほんとすり込んだな。ありがとうございます。これでちょっと頭に残ってると思うんで、この歌私も家で歌ってみよう。ほら、まだ向こうや。潜在意識には入ってるから。まだ行ったかな。じゃあちょっとハンコだけね。助かったなと思う分だけちょっとハンコしてもらっていいですか。ハンコですか。ハンコ押す。ハンコ押す。ハンコとかシールとか好きじゃん。はい、すごい、こんなのあるんだね。押して、ここから。いいよ、好きに押して。やっぱ私の音か。はい。これね。一緒にな。こ
これポンって押せるんですか。はい。これはあの皆さん何個ずつ押してるんですか。何個でもいいです。もう気持ちでいいですよ。じゃあ押したいだけ押してください。あ、いいね。ありがとうございます。三ついただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうね。すいません。可愛いらしい。パンツ、パンツって。そうだな。パンツ生活だな、これから。さよなら。ありがとうございます。パンツ、パンツ。バイバイ。さよなら。バイバイ。やっぱ子供ながらに、なんかこの、あんだけやられたらもう今笑っとかなみたいなそういう、そう雰囲気もあったよな。最後の笑いはせやそうやな。あれは絶対愛想笑いやな。感じたわ。空気読んでたな。笑っとかなあかんのかなみたいな。終わらんぞみたいな。あったな。あったわ。最初はちょっと普通に笑った感じだけどな。笑った笑った。うん。そういう能力がもう備わってんねん、3歳って。すごいな。気使うんやな。気使うねん。休んでコマンダンテ来とったから、あ、前回あれ前回前回ね、前回ね、あれコマンダンテ戸惑っとったで、そうね。何があったか知らないんですけど、うん、あのコマンダンテとルミネであったら、うん、大勢があのライブ普段どうやってるんですか、うん、何があったんですか。何やったらあんなに舞台上で見せた顔してたもんね。戸惑った2人が、あるいは GAG を見に来てくれた人が、あ、そうやね、好きですよ。やっぱり免疫がついてないと初めて出るとやっぱりきついみたい。ああ、きついね。やっぱり。いや今でもきついよ俺だ。ドキドキするよ。あ、ほんまに。でもエンプティーステイとか台本のやつ、やった時に、ね、これやってるとなんかへっちゃらんだから。こっちの方がこっちが一番怖い。笑いすぎ笑いすぎ。そんな笑い。いや、そう。すごい。これスタッフ笑いとか1位ちゃう多分。うまいですね。お前ら、ちょっとやってみてよスタッフ笑い。うまい。司会とかさ、うまい。司会とか誰かゲストで。だからその最前列の方でやって。あ、俺が？うん。ここでね。フロアみたいなこと。そう、はいはい、このみんなの番組みたいな。オッケー。さあ始まりましたセブンスメンバー。さあそれでは本日のメンバー紹介したいと思います。まずは宮戸、よろしくお願いいたします。いや本当に2週に1回呼んでいただきまして隔週だもんね。隔週で呼んでいただきまして。本当はね、1ヶ月に1回だけでいいんだよ。なんでそんなこと言うんだよ。じゃあ続いて、福井。兵庫県出身でですね、東京に住んでます、福井です。ややこしいな。え、大学は何ですか。兵庫です。ややこしい。何という大学に通ってました。兵庫短期大学です。じゃあ続きまして、坂本です。よろしくお願いします。ちょっと、福徳さん、あら、僕久しぶりですよ。いや、確かに。だって前会った時、福徳さんこんなんでしたよ。何でもかんでもではないんだ。今日はもっと全力でもっと呼ばれるように頑張りたいと思います。今日もマッチみたいに頑張ってね。マッチでーす。いや、そっちのマッチじゃなくて。あ、マッチ棒か。僕細いんで全然ハマってへんやん。頑張ってへんやん。全然ハマってへんやん。期待がですよ。よろしくお願いします。お願いします。あら、今日もいいね。あ、ありがとうございます。何歳ですか。僕ですか、うん、76です。冗談冗談冗談する冗談する。6歳です。6歳じゃあ今日はこのメンバーでやっていきたいと思います。たまにハマってない人もね。うん、でもあの
この前志村けんさんのね、はい、番組に呼んでいただいた、あの志村でナイトってやつに、ほんだら子供の頃からずっと志村さんの番組の時に聞こえてくるスタッフ笑いみたいな、ハッハッハッみたいな、あ、このおっさんだ、2回目のおじさんやん、そうだ、俺カメラマンさんが、そう、あれカメラマンさんやね、ベテランそう、もう昔からカトちゃんケンちゃんとか大丈夫だとか、うわすげえ、本当に昔からの子供の頃からずっと聞いてるあの笑い声、あのスタッフ笑い声、うわーみたいな声で最後声で上がってない、ね、そう、志村けんさんが俺テンション上がって思って、うわじゃあこの人カメラマンの人がここで撮ってたやつ、番組はもうその人って決まってる、もう決まってんじゃん、へえ、だからもうほんまにあのバカ殿とか、うん、もうよう出てくるやんか、あのその笑い声がね、そのなんかちょっと聞いたら分かるかな、ちょっと世代があれだけど、俺そのどの笑い声か、いや俺聞いたら絶対分かると思う皆さん、へえ、もう志村けんさんの番組といえばこの笑い声が入ってくるからセットだなんだもん、じゃあ皆さんあのレッドカーペットの笑い声とか分かるのかな、矢吹さん、矢吹さん分かるかもね、矢吹さんの笑い声ね、矢吹さんの特徴やんな、ね、客席の一番後ろに矢吹さんいてはるんやなってテレビ見ても分かるはずですね、へぇーさすがそうなの、あ、そうだそうだ、やちょっと特徴ありますよ、一回なんかやかましすぎてスタジオの外出しちゃった、矢吹さん、矢吹さんが、まあ、偉いさやかましすぎるとご返事とか、いやテンション上がったな、 あれもプロの仕事やな、だからあれ絶対プロやと思う、そうですね、うちの宮戸なんか、うん、笑い声って特徴的で、ミヤちゃんが声出して笑ってるの、あんま、いや、ないですか、あります、僕このライブ結構楽しんでますけどなんか険しい顔しか見たことない、そんなことないですよ、みんな楽しいやってます、2時間とかに楽屋行ったら奥の方にもうミヤちゃんもう入ってるんやなとか分かるんですよ、特徴としてはなんかね、本当に悪魔が悪魔が、そのどういう前ですかね、もうこうやったらあなたの命を奪えるよの前の時の笑い声みたいなのが聞こえるんですよ、お前すごい笑ってる、分かれへん、もうあの2ヶ月ぐらいにも坂本くんがめっちゃ振って僕がやって滑るみたいなあったから嫌なんですよ、もう別にそんな、でも着替えてきて、今全員がピンと来てない状況でこんな振り当てて、じゃあ一回はけて出てきてからその笑い方してあと分からない、全然ピンと来る、ほんまに笑った時、悪魔みたいな声、ほんまに笑った時、悪魔みたいな、ほんまのリアルな、いつもの笑い方です、あれやろ、これよそ行き、これよそ行きです、これよそ行き、これよそ行きな、これよそ行き、ほんまのことで俺らが笑わさないやっぱ無理なっちゃう、あ、確かに、その状況で声出るぐらい笑うって不可能やもんな、そっか、延長の話終わるんですか、いやだからこのライブ通していいですね、1時間でこれなんとか1回ぐらいみなちゃんの出た瞬間に笑い声チャンス、どん肩の力抜いてやってて、うん、出た瞬間にどんな流れでもこれって僕言っていいですか、ああ、僕どんな気持ちで後に続けたんや、みちゃんは今日はもうお客さんと同じぐらいの気持ちで言ってたから、そう、うん、いいよ、極力笑う方で、いや、笑ってますけどね、はい、急にチャレンジしていい、お、じゃあちょっと笑かしていって、急にそんな、いろんな部屋の対応形式みたいな笑わないですよ、言いますよ、絶対無理、よく笑ってまうよ、建築現場から絶対聞こえてくる音、建築現場から世界中のです、どこの建築現場で世界共通、横行った時でも気にしてみて、絶対そう絶対聞こえてくる音ね、建築現場すごい、無理ですよ、絶対見てもおもろいですよ、うまい、絶対チャリみたいな、どこの建築現場からも聞こえてこない音、何それ、来ない音、ポンピッションシーン、音って声やろ、ポンピッションシーンって言うてる声だ、音じゃないよ、ポンピッションシーンって言うてる、音って何だ、東京からはるばる、はい、旅行何日目ですか、2日目です、2日目ですね、あ、おいくつですか、何歳でしょう、めっちゃ、でも絶対若いもん、彼女は大学生よ、20歳、キャピキャピ感あるもん、明日誕生日です、明日20歳ってことは28ぐらいってる、彼が彼チャンク全開本当だやばいやばい、え、今日
ずっとだ。いつからやばいです。いつからトイレいつ行った行ってないです。ホテルから。朝からや。やばいやばいやばい。言うてらんと。今気づいた。正解や。彼のこの股に興味を示してる。番組ではジャルジャルの2人に解決してほしい悩みや困ったことを募集しております。番組ホームページからどしどしご応募ください。お待ちしております。ジャルっと幕張。